ま、単独、うん、だから、で、それが一旦発生したら、落ちた内部状態になるので。ダウンラインから冷やしが剥がれ落ちるまで待たないといけないんですよね。分割に向かって下がっていった場合、そこから反転上昇しやすい。まに国いう噂で買って事実で売るとか。か逆もしかりという、要はそういった動きが出やすいんですよ。安値で為替反則が来てるね。何がっていっぱいあるじゃないですか。続々と七月かかるんで、半年キリスに向かってから下がってる。今下落してる銘柄に関しては。はい、皆さん、こんばんは。えー、っと、十二月の四日夜の十時だね。ライブ配信やっていきましょうか。まあ、日経平均下落二百円安と。で、先物が今落っこちていて。うん 8 0円ぐらい下がってる状況なんだよね。で、想定している値動きの延長線上ではあるので、想定内であることは間違いないんだけども、来て欲しくないね。酒、急落なんかな。<laughs> <laughs> まあまあまあ、時給悪いからね、押してる銘柄はまあ、ザラにあると。投げ売られてる銘柄安いとこ拾っていきましょうか。というところでライブ配信やっていきたいと思います。前置き、はさて置きですね。はい。まあ、下げてきたね、日経平均。上げてる銘柄上げとるよ。 うん。まあ、当初の、その、踏み上げてる銘柄に関しては、理由はみんなに話した通りだから、あれなんだけど、で、ビックス数ね、そうだね、ホライゾー55さんね。えっと、今上がってきて13.26なんですよね。で、マック D が終わりにベースでゴールデンクロス組むかどうかっていうところになるんで、で、もしその、ね、終わりにベースでゴールデンクロス組んでくるならば、ちょっと期間投資家が、あの、下落に備えてオプションでヘッジかけてくる可能性が高まるから、そこにメジャー S9 集版ぶつかってくると、ちょっと当ててくる、荒れてくるかもしれないねっていうところ、 ころは意識しておくべきところドル円と日経平均の連動性に関しては今日も出てました。夕方の配信見てる方だったらわかると思うんだけど、円高になると日経平均に関してはまあ、日本株に対してはネガティブ、特に輸出関連銘柄の自動車関連全般的に弱かったね。うん、えー、っと自動車自動車あった。25番はいまあ、全般的にこんな感じで真っ赤っかです。マツダ3.6。えー、2%下落でしょで、重口であったり、三菱自動車で、ね、重工じゃなくてから。<laughs> 鈴木 であったりとか。まあ円安円高買いものに。 業績に関わってくるスバルとかもね、2.39%下がったりとか、自動車関連、円安関連銘柄に関しては全滅っていう状況でしたよね。で、レーザーテックに関してはもう空売り多いんで、踏み上げてると、まあかか、含み損かあの、買ってる側は損してないんでね。空売りしてる人たちが損してるんで、だからあの、売りの買い戻し、あの、それに迫られて年末だから損だしっていう形で動いてるのかな、っていうのがマーケットのま、二極化構造っていう状況っすよね。はい。なっっっててて円高いくとねね上がるるよ、ね、<laughs> 持ってる人 安いとで持ってる人いる人思うんであれなんですけどあとはね、まぁ、あ、交通事故に遭わないように、はい。皆さん、安全運転で行ってるつもりが、横からね、ドーンって来るかもわかんないから、それだけは絶対回避ね。回避ね。も、ま、う、あ、あの、命を大事にで残りの日数、もう3週間から過ごしましょう。3週間ちょいか。 はい。えー、っと、デッドクロス入りそうだしね、ドル円って。まあ、まだね、円高基調には変わりはないっすよね。うん。MK さん、レーザーテック今日は500株でデートで調整し、2回転45万利確ナイス明日いよいよ下がるのでしょうか知らへん、そこに関しては。まあ、マーケット次第ってところで。まあ、あのー、とりあえずナイスです。おめでとうございます。レーザーテックやりやすかったもんね。だすね。レーザー500株すごいって良かったっすね。うん、踏み上げだからね。まあ ここから入ってもいいのみたいな感じのコメント今日 YouTube であったけどさ。いや、それはまあ、人それぞれなの。やるのは勝手だけど、デートレシガ推奨は今んとこせえへんかな。えっと、過去過去さん1000円スパチャありがとう今日はグロースタブリー2つ利格して47万利益ナイス翔くんありがとうございます、にゃんて。どうこちらこそどういたしましてにゃんて。買ってくれてありがとうです、にゃん。はい。あの、これ言わせるためににゃんつけたんやろ、最後。<laughs> ご期待に添えたでしょうかはい。まあね、うちのチャンネルは結構その守備意識高めにやってると思うので、まあ、まあ、今下げたとしても、玉は残してると思うんですよ。みんなあのキャッシュポジションとかしっかりと確保してるような形かな。あの僕もそのキャッシュポジションをしっかりと意識して残して年末までにやろうと思ってるんだけど、仕込みたいものに関しては仕込んでいこうと思ってるんだけど、今日とりあえず脱身で500万は突っ込んだ。うん、人の絵柄。で、下がったら倍買おうと思ってから、とりあえずね やってるけど。ま、ああの、いろんな銘柄、普通銘柄欲しいのあるので、一銘柄あたりの、ね、投資金額に関しては、さほどっていう形であるんだけど、うん。まあ、下がったらまた倍返って、って感じかなぁ。はい。<noise> HPC システムズ、今日1830円で100株持ち越しました。分析お願いします。は急騰なんで3日動き見たらいいんじゃないですか。なんか材料入ったのかなまあ、200日ラインは一部理学のポイントです、ちなみに。はい。材料株なので、でしょ この動き。なので僕その材料知らないんであれなんですけど、あの全部の銘柄ケアしてるわけじゃんからね。自分の好きな銘柄しかやってないからさ。興味のある銘柄しか。えー、っと、メルカリはなーぜあんなに期間のおもちゃになってるのでしょうか。3020で、3200で、2000株。あー、なんかこん前ね。僕買っ なんか買ったよっていうのを X でポストしてて、メルカリ買ったんかなってコメント来たんですけど、興味ないので買ってないっすね、メルカリは。うーん。前も話したっけそれ。まあ、当てに来てるっていうか、あれなのかもしんないですけど。はい。えー、っと、これを下落方向に万読中なので、で、やっぱしほら、あの、この前話してたような気するよ、俺。話してなかったっけ ?200 日と5日移動平均線がデッドクロス組んだんだったら、もうちょっと下向きに圧力入りそうだよねっていうのを、なんかその、 デッドクロス組んだ段階でなんか話してた気がする。違ったっけつい数日、一週間、一週間以内だよね。多分話したの。で、それでさらに下掘ってんでしょうん。話してたよね、スイッチさんね。そうだよね、そうだよね。久しぶりにその、200日ラインっていうか、 まあ、割ったから、ちょい下行くかもね、みたいな話してて、で、今なんか、下掘ってきてるようなパターンですよね。うん。いや、割ったからね、下落方向にバンドクやったら、日柄調整が入るまで、様子見かなうん、バンドクだから。バンドクっていうのは、日足がゴリンジャーバンドの、マイナスにシグマ、下の青のラインとか、上のプラスにシグマってラインなんだけど、これ。に、のライン沿って上下する強烈なトレンドラインなんですよ。トレンドサインなんですよ。で、それが一旦発生したら、落ちたナイフ状態になるので、ちゃんとね、あの、 ん <music> 青のラインから日足が剥がれ落ちるまで待たないといけない,い,けないんですよね。なので、例えば日柄調整であったり V 字で一旦大きく上がったりとかして、あの、ボリバンのプラマイニシグマのラインから離れるっていうモーションが入ってくると、動きが入ってくると、その後に一旦自律反発、まあ、ボリンジャーバンドの中央線とか25日までの軌道修正が入りやすいというパターンになると。で、パラボリックがボリンジャーバンドの中央線ですね。そこを割ってる、あの、下回ってきてるっていうのが必要条件になってくるんで、この赤のラインから。そこがまだね、 あのー、割ってないっすよね。はい。メルカリ事件も悪いですね。って。へえ、そうなんだ。メルカリ時期悪いんだ。えー、っと、<laughs> メルカリに関してはもう覚えてない、あんま、ね、やってないから。えー、っとね、メルカリはね、ちょっと待ってね。あれ出てこうへん。クローンさん、スパチャ500円ありがとう。 ちょっと前に見てもらった銘柄がプラテンシフクミゾンが消えました。あ、今日 YouTube でもコメ,コメントくれませんでしたっけ確か。難品で若干増えすぎた株数を本日理学で挑戦し残りで、もう少し上を目指す予定です。毎日ライブありがとうございます。あ、おめでとうございます。よかったですね。プラテンしてくれて。 はい。伸ばしていきましょう。頑張って。うん。いいと思いますよ。そのやり方に関しては。はい。間違ってはないと思う。PR32.6、PBR7.67 倍、あの、信用改ざん、まあ、増えてて7.91倍で、ちょっと目先回ってないねって状況なんで、年末年始に向かって、ちょっとここも、ね、気なくさくなってきたねっていう、香ばしくなってきたねって感じがするよね。はい。 えっと、ビットコイン爆上げしてる100万円買ってるが、理確額がわからないって。あれ、ビットコインはせへんかんな持ってるけど。イーサ、イサリアムとか持ってるけど。少ししか持ってへんよ、少ししか。残ってるやつちょこっと。えー、っと、前に、メルカリ買う前に詳細に質問しといて助かったわらって。うん、よかったね。もうちょっと安いとこを狙っていけばいいんじゃないのそういうことやった。はい。7453、良品計画。まあね、マーケットがちょっとね、きついからね、どうでしょうか。よろしくお願いします。インペクスも下落方向でしょうか。一目柄だけ。 で買ってるのか売ってるのか分からへん,やん。<laughs> はっきり言って。あの、こっから買いに行くなしやで、ね。はっきり言って。買いに行こうと思ってるやつらなしやで、ね。前、ライン引いてるじゃん。うん、レッドゾーンこれね。ここね。目先ね、理覚が出やすいポジションね。で、あとはその、この波動からすると、おそらくパーセンテージがリコールじゃないえっと、ここからここで、44%、40%ぐらい上がりました。で、ここからここで、38%、40%上がりました。ということは、波形的なところで言うと、1段上げ、2段上げ目のあの、同じパーセンテージの上昇でしょということは、フィボナチのレッドゾーンあたりは、理覚の手が一部出やすい。 っていうところで、新規の会はここは一旦ストップ見送りで、押し目を形成するのを待つ。ただ、バンドオク中だからね、ここも日柄調整が入って、バンドオク終了のサインが出るまでは上がり続けるかもしれないねっていう形なんじゃないかなっていうふうに思うかな。はい。資生堂上がったねって、春キキさん上がったね、今日。っていうか、今日ね、あのー、化粧品関連、ちょっとその、 強かったっていうか、少し小じっかりしてたなっていうのは感じてる。はい。あれ今クリックしてんのかえっと、科学、科学、化け学。ほら、あのー、若干上がってるんでね。構成も1.9%上がってるし、ファンケル、資生堂とかも上がってる。で、ポーラーだったっけ ポーラも上がってるでしょなんか、こん質問ありましたけど。ポーラが12月末だったよね確かね。はい。あの、ー、幽体が。配当、配当幽体取りがね。うん。化粧品関連は、あの、今日の試合の中で若干戻しの動きは入ってるよねーって感じがしたよね。うーん。はい。カムちゃん、こんばんは。小松、これから買おうか迷ってますろ買いそべれたんだね。一旦押した段階で。結構10%ぐらい上がってなかったっけ小松って。あの、ボトムアップで。うん。3405円から3785ですもんね。これ からかまあ、あ配取り回りが4%未満だったっけ今、確か。一目の壁にぶつかって中に入るとトレンドの転換点になるので、そこで上の方にリアクションが入るかっすよね。で、ここは逆に逆ヘッドショルダーが若干形成されつつはある。3、4、5で、今ここなんですけど、ここの点線ラインを抜けるかどうかね。で、ストッキャ、ー、SI、RSI、MACD に関しては中途半端、RSI の上値抵抗ラインはこんな形なので、ここのラインを抜けてくると、えー、っと、小松に関しては もう一発上の方に上がってくるかもしれへんねっていうところであるかな。で、フィボラシの高値安値の61.8%戻しラインがここなんだけど、半値戻しラインで止まってんだよね。もうなんでかってわかるじゃん。こんなん。ここであと一旦頭取って下がるか。なんで下がってるのって。抵抗ライン、密集ラインだから。で、75日と100日移動平均線のデッドクロス形成が入りそうなので、ここを組んでからのリアクションを見てからやるっていうのはどうです通常そのデッドクロス、ゴールデンクロス形成って一番見られてるテクニカルでしょその一本、長期のラインがデッドクロス 目先組みそうだな。じゃあそこでデッドクロス組んだ後のリアクション見てからちょっと考えようかなみたいな感じであの一本持っていけばでそれでなんか下の方に下がっていくならばもうちょっと様子見て安いとこ買いそうだねっていう風に判断もできるしうん紙切りでめっちゃ <laughs> どうでもいいけどはいあのそんな感じですはい小松はガチホディス我が家の 黄色い軍団のために優待って、あー、おまけのやつね。限定のやつね。はい。あれ、転売したらいくらいなんだろうね、小松の優待って。うん。なんか、トミカみたいなのもらえるんすよ。トミカみたいなのもらえるんすよ。はい。えー、4046。大阪ソーダ、8880円の分析のほどお願いします。カラりで入ろうか迷ってます。ここ株価上がり方事故ってます。あのー、カラオ僕推奨してないので、あの、やるんだったら自己責任、自己判断でやってください。うん。自己責任、自己判断で。僕、マーケット崩し 小さいわけじゃないし空売り覚えてほしいなメインにって思ってるわけじゃないのでやってもらっていくこに構わないんですけどあのー、なんてうのかな空売りは事故ったら大怪我じゃ済まないからねうん、買いは家まで売りは命までって言われるぐらいやっぱりリスク高いから慎重に慎重にやった方がいいですよやらないやらないね絶対、はい、言ってきますなぜなぜさあみんな理由を述べようと下がっても諦めるなんで理由知りたい 教えてみんな。あのー、うちのチャンネル見てる人やったらわかると思う。で、多分、あのー、このコメントが来てる、あのー、空売りをこれをどうしようか、どうでしょうかみたいな感じで言うてるってことは、あのー、受給見てないよね。おそらく。うん。受給だ。そうだね。受給だね。うん。踏み上げじゃん、この銘柄。<laughs> はい。うん、小型すぎるっていうか、空売りの方が多いから。買いよりも。信用の買いよりも売りの方が多いから。制度信用倍率0.16倍よ。もうこれを見た瞬間やらないもん。てか、やあの、空売りする銘柄決めてやってるんで、そものそものところの なんだけどただ、あの、みんな、あの、空売りは自己責任、自己判断だからね、焼かれても俺は何も責任を負えないんで、そこだけ言うときますよ。あの、買いだったら、安いとこで買って高く売るっていうやつだったら、あの、何とでも、やっぱりその、やりようがあるんだけど、現引きとかもできるわけでしょ。でも、現渡しだからね、空売りはね。でし、コストもかかるからね。はい。俺は、やらないね。うん。はい。寿記を見る癖をつけた方がいいと思います。えー、っと、怖いから現物のみ、それでもいいと思いますよ。あ僕はその、信用とかもやってるけど、 ね、やっぱそのあれなんだよ、やっぱ日中ね株数揃いに行くじゃないですか。要は欲しい銘柄がある時僕デートレから入るんですよ。うん。で、取得単価が安いやつを残して。 減引しちゃうんすよ。はい。で、取得単価が、いまいちだなと思ったやつは、あの、上がってるんやったらその時利覚しちゃって、安い取得単価のやつだけ残して、で、その、それで、持ち越してから、まあ、あの、ね、値上が、上がってきてくれたら嬉しいなと思いつつ、まあ、日々日々、その、なんていうかな、株数集めに励んでるんですけど、スイングとかするときね、スイングとか長期とか、入り口の段階で、あの、信用あった方がやっぱそれやりやすいんで、はい。需給軽い時の空売りや危険ってそうだね、白猫さんね。うん。すごいね ほとんどん売り算。うん。売り算が急増してるね。だから事故ってからみんなやられて、売りが買い戻ししてるんでしょおそらく。うん。はい。やらないっす、売りは。てか,か、売り推奨してないので、そこはあの皆さん、あの、ご注意くださいませ。はい。えー、っと、鎌田のよしさん、9月、10月あたり、周りがドンと下がった時、大阪そうで下がらなかった、いい銘柄かなと思うって。うーん。ま、あ19がいいからね。年末に向かってやっぱし、税水上の売りであったりとか、あの、出やすいわけでしょ売りだったら買い戻し。 はい。そんな感じですね。安く買いたいって、そうだね。R35、R34 さんね。やっぱし、安く買って高く売るですよ。僕もだから、その、安く買って高く売るしてるんで。はい。6723。はい、えっと、ルネサスエレクトロニクスお願いします。2610円で、ね、1000持ってます。一旦損切りするか悩んでます。2610円。バンドク日柄調整中で入ったんだね。で、パラボリック MACD がゲラクトレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央二25日までの軌道修正が入るって、 っていうパターンだから、一旦、まあ、あの、ボリバーの中央線あたりっていうところになるのかな日数経過っていうところもあると思うけど、あとはベーカブがずっこけないだけうーん、ずっこけなければってとこじゃないですか。バンドークやね。バンドークだったらバンドーク終了の動きあの、そこをちょっと見ていく必要があるのかなって感じがするかなバンドークはもう、上の青のラインに沿って上がる強烈なパターンが出た段階で、やっぱしパラボリックであったり、マックディア、ゲラクトレンドを形成すると、大体ね、あの、結構期待値高く、すが相当な期待値で、相当な確率 やっぱし一旦ボリバーの中央日まで押していくからねもちろん、その、上がっていく場合もあるんだけども、基本的なところで、あの夜、よよく出現する、出現するパターンで言うならば、バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックマックディーが下落トレンド、上昇トレンド、まあ、下落トレンドかか、こ今回下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央整25日っていう動き方になるパターンの方が多いかな。うん、はい。あとは、ま、受給。まあ、受給は軽かったら、踏み上げでね、マーケット上がったら、あの、バンドオーク日柄調整から上の方にバンってもう一発上の方に上がってくるし、 あれなんだけど、信用解散が多いんだもんね。はい。っていう感じです。そんなか、12月に分割銘柄結構ありますよねって。何があるっけ分割銘柄12月って。何があったっけいや、あの、いろんなメリカ見すぎてて、<laughs> すぐにパッと出てこんぞ。あの、見たのに直近、12月分割あるねっていうの。はい。えー、っと、なになにニコン買うたびに後悔してるって。そうなんだ。ニコン。ニコン今どんな値動してんだろうね。見てないやあんまり。増収し、魔法瓶。タイマーさんです。久しぶりだね、796 あ、めっちゃ久しぶりな感じする数ヶ月ぶりはいお願いしますこれからに考えてます決算だよ高値から半年だよ信用買いは7,9,6,5夫婦元まあ仲いい証拠じゃないですか喧嘩するって無視されないぐらいないだけマシなんじゃないですかまあ頭痛くなるかもしれないですけどね受給はまあ問題ないですね受給は関係ないこの銘柄は信用買いがほぼ入ってないからどっちかというとその実需的な売りでしょう。で決算でガイドラインでしくって急落したってことはということはここ結構神経質な展開になると思うんですよ。ここで急落してる からね、ど,うどう考えてもやっぱし、なんだろう、またね、急落するんじゃない、前回急落、大きく急落したんだから、またなんか変な動きしてくるかもしれないな、ってことを考えるならば、ちょっとやっぱし、ここを決算に向かって、若干上がるかもしれないけど、最終的には弱含く展開で決算っていう形になりそうな気はするよね。目先で言うと。はい。やっても脱診買い下がることを前提。で、決算でワンチャンね、仕食ったらまた下がってくるかもしれないってことを考えて、やっていった方がいいんじゃないかな、っていうふうに個人的には思います。はい。個人的には思います。 短期、中期、長期でもやり方が変わる。長期目線だったら、えー、っと、配当には確か言うたなかったっけそうだよね。11月20日だよね。もう終わってんじゃん、体。権利は。でも、ここのやつは、<laughs> あんまいらないもん。あ名コーヒーが。って感じです。はい。レモネードさん、ワークマンお願いします。4600円で300個持ってますと。75、64すかえーと、<laughs> ワークマンをお願いします。4600円で300株持ってます。こっちで買ってるのか、こっちで買ってるのかっすよね。問題がね。300株ってことは何品かけたってことから、もしこっちで買ってるんだったら。あ、あの、これなんか前分析してんじゃん。やっぱここで反転上昇してんじゃん、ワークマン。あれこの時なんか <laughs>、そういった話してたような気する。はい。うん。メットゾーンで反転上昇してんじゃん。じゃあ、ここあってたんだね。いや、あ、言うてる意はわかる。あのー、ゴールデンクロス組みそうだからどうかなってとことでしょ。<laughs> あ、あ、あ、 ああああああ喉の調子おかしい。ちょっと大きな声は控えます。 はい。申し訳ない。200日まで行ったら、さすがにね、理学の手を少し入れておくべきだとは思う。もしここまで上がるんだったらね、あと10%ぐらいかね。うん。うん。窓目はもう終わってる。空いてる窓は、ここあるかどうかあれだけど、バンドクだもんね。参考になるのはここぐらいだもん。比較的強い動きしてるもん。<laughs> さっき、気張りすぎましたねって、バツさんせやん。さっき、大声出しすぎた。あー、毎回やって後悔するパターンやで、おんほんまりもう。<laughs> うん。もう一日見よっか。バンドクまだ途切れてるとは100%嫌だ。 ないもんね今日、利圧力さすがに出たけど。高値安での61.8%戻しラインだったら一振りなんですよ。まあ、そうだよね。利格の手が出やすいとこだもんね。で、そこから下がったってパターンですね。まあ、テクニカル的には証券証明されてるかな。<laughs> もう一時しよっか。日経平均先物今何本 ?200 円ぐらい下げてんだもんなうん。えーと、ワークマンの靴滑りにくくて妊婦さんに人気ですねって。へー、そうなんだ。まあ、とりあえず、今日ね、大きく下がったのは少し、 変化かどうかってところが、あれなんで、もう一日見て判断しましょうか。ま、まあ、あの、ここで売ってるんやったらあれですけどね。はい。そんな感じです。なになにいでミスどうですかと。ゆうゆうさんからお出遅れた感がありますが、どうですかのいでミスねー。いやー。いや、出遅れてるとは思う。うん。分割前にゲームス1株考えてます。安い掴みたいです。あのー、分割に向かっての考え方。はい。 皆さん、どうぞ、チャットの方に、分割に向かっての考え方。みんなに何度か教えてるよね、分割後に。いその分割に向かって、分割後によく出る動き。はい、なんでしょう。述べようというところで。あの、皆さんご回答いただけると嬉しいです。覚えてるかな、みんな。ちょうど出てきたね、分割。この銘柄だ。そうだ、いでみだ。 そうだ、急騰してから、ここあたり分割だ、みたいな感じで、頭の中にあったんだ。そうだ、分割だったね。うん。は、う、い、ん。ん下がってたら上がる。上がったら下がる。そうだね、おすぎさんね。そう、そう、そう。みんなちゃんとメモしとってね、知らんかった人は。 分割に向かっての基本的な、要は動きの特徴っていうかよく出るパターン。分割に上がってった場合、分割に向かって上がってった場合、分割後下がりやすい。分割に向かって下がってった場合、分割を起点、要は分割日を転換点としてそこから反転上昇しやすい。まあ要はその、俗に言う、やっぱりそのなんていうかな、噂で買って事実で売るとか、あの、逆もしかりっていう、要はそういった動きが出やすいんだよね。分割っていうのが。だから今現状その、入り上がってるんだけど、もしワンチン ちゃん分割に向かって上がってった場合、分割後にはちょっと押し目形成するかもしれないね。まあ、全部が全部とは言わないんだけど。 井出光に関しては特にやっぱし、最近材料出て強いわけじゃないですか。なんだけど、基本的には、あの、その考え方が当てはまるんですよ。基本的にはですね。で、僕のチャンネル見てる人は、その、そういった動きが今まで何度も出てるから、もちろん外れ、100%じゃないで、ね。100%だったらみんなやるか。そんな、あの、元本保証みたいなことは言わないんだけど、期待値的なところで言うと結構高い確率でそういった動きが出やすい。発言しやすいんですよ。だからね、あの、そのパターンを覚えておいたらいいんじゃないですか。わかりやすいでしょ。覚えやすいですよねって、そう。高木さんね。覚えやすい、覚えやすい。だからね、あの、 そこで、さらにその時給っていうところも当てはめていくと、また違うね、景色が出たりとか、はい、するんですけど、いろいろとね、パターン化していく。いわその、期待値を求めていくんだったら、平均値求めていかないといけないので、同じようなパターンを何パターンも何個かね、やっぱり抽出して、調べてみたらね、あの、その傾向が出てくるよ、顕著に。うん。多分ね、あの、期待値を知らない人に関しては、あの、調べてこなかったから分かんないだけであって、調べたらね、ここあたりの話ってね、結構その、 分かってくるよようななもんなんですよね、まあ、僕の場合はやっぱその経験値、経験11年間証券会社入ったとこからまあトレードしてて株売買なん、もう毎日のことくしてて、はい、あの経験も積んでるし、この場でもう3年間も話してるので、 しかも、銘柄の分析数なんて、多分、証券マン時代よりもやってるからね。こんな毎日毎日ライブ配信で1時間2時間ぐらい話して分析ずーっとやってるわけじゃないですか。1日多い時、まあ、4 50銘柄分析したよ。多い時はね。それをもう3年間ずーっとやってるから、もう分析銘柄数で言うと圧倒的にやっぱし多いんですよ。で、そういった中でもやっぱしこのか動きは結構出やすいっていうところがありますから、そこを覚えててもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思うかな。うーん。うんでなくても、えー、確実に 生かせてますよ情報量もだけど検索力もすごいって何の話えー、っと何々にっこさん t バーで三菱商装シーム流れてたのは、えー、株式文化を合わせて新人さで買ってもらうように名前をすり込んでいるのかないや、そこまでの意図はないんじゃないんですかここあたりは。はい。っていう感じです。で、ここで買うかどうかに関しては、俺は買わへん。なんかその、出遅れちゃったなってのがあるから。もちろんそのアッパーはまだ残されてるとは思うで。残されてるっていうか、まあ、ここの高値抜けたから、ね、ワンチャンもうちょっと上の方行く可能性もあるし、過去はもっと高いところあったし、で pr, pbr で言うと、まだまだ割安だし、はい。やるとしても、まあ、中長期だよね、っていう感じ、かな、うん。 で、分割だったらね、やっぱし、これ何分割だ ?5 分割なわけでしょで、ここで見ていくのが、えっ、ー、と、受給動向なんだけども、5019。レーザーテックは分割してほしい。レーザーテック分割したらなんか上がりそうだよね。信用の改ざんが100万株超えてるので、ということは、あの、分割後に受給は5倍になるわけですよ。うん。売り、売りも入ってるから3.43倍なんだけど、受給はね。1万、1十6万株の信用買いが5倍になるわけでしょ合算で。で、49万株、だいたい 5 0万株の制度の買いが入ってる525で250万株になるんですよ。それだったら、ちょっとその分割後に上がって、分割に向かって上がった場合は、分割後にちょっと下押し圧力が入るかもしれないねっていうのを意識してやるべきなのかなっていう感じがしますけど、窓を開けて急騰してるからね。はい。えー、っと、ハービーさん、入れツも持ってたのに決算前に売ってしまった、いつも売るのが早すぎる。いや、エネルギー資源系はね、売るの早すぎたね、僕持ってますけど、まだ持ってるもんね。ハイトに PBR も,も、ね、割安だし、まあ、別にその決算出て急落したとしても、また買えばいいかなっていうぐらいだったから、うんはい、ダリアさん、もうちょっと引っ張ってもよかったような気するよ。やっぱ知り回り的な ところであったりとか、解散価値のところ見ても。うん。えー、っとね、証券も何やったっけそう、ビックス指数か。13.39なんだよね。マック D が、えー、っと、ザラバレゴールデンクロス組んでるんで、終わりでベースでゴールデンクロス組むかどうかっていうところです。はい。で、前から言ってる通り、ビックスのマック D ゴールデンクロスデッドクロス形成の動きと、日経平均の動きっていうのはやっぱし連動してるところが、年後半から多く、ま、ただ品質、ま、出題されて、ま、出てきたっていうところなんで、ま結果 警戒はしておきましょうよ。警戒しちゃっていきましょうよ。期待値を追っていくんだったらよ。さすがに、ねえ、うちのチャンネル見てる人は、ビックスの重要性っていうのを嫌というほど知ってる人が多いと思うんで、多分ね、あの、なんだろうな、警戒度は高めて見てる人が多いんじゃないかな、今の状況とは思うんですけどね。まだ完璧にゴールデンクロス組んでるわけじゃないけど、あ、でも、ここかもうだってね、年半ばから後半にかけて、これが効いてたわけでしょ、日経平均は。ラインが消えてる。ね、ビックスのマックディ、デッドクロス、ゴールデンクロス、形成のタイミング、 でえー、っとアンケート画面が邪魔なんで消しましょうはいあの上下したんでデッドクロス形成上昇ゴールデンクロス形成下落ビックスのマックディーゴデッドクロス形成上昇下落上昇このパターンがあの合ってたんだったらまたその期待値通りの動きにならないかどうかっていうところに関してはケアしていかなくちゃいけないよねっていうところだよねうんはいっていうところだよねじゃあ入れてこないかどうかそこ、うん、円高素直に下落って反応するんでそこはダメですね今のマーケットは極端に円高に に触れるような状況だからその cpi かそこでまたね、アメリカの金利がさらに金利下がってきて円高に振れるとか、そういった動きに繋がってくるとするならば、目先、今、日経平均、日中の値、ね、動きがドル円との年度制、日経平均非常に高いんで、5分足の動き、比較チャートを作ってみてもらったらわかると思うんだけど、そこで円高にまた触れてね、下がってくるようなら、日経平均もやっぱしまた、なんつうから下押しっていうか下落圧力少し入りそうだよね、輸出関連銘柄中心にっていう感じになると思うんで、 みんな、次のビッあのー、CPI。はい。集合で、よろしくお願いします。えっと、次の CPI って何何日 ?12、13、14とか、そんぐらいでしょいつだったっけえー、っと、何々、上がってほしいけど厳しいなって上がってほしいよね。俺今日買ったんやで、打診で。下がったら買う予定だからさ、打診でとどめてるんだけどさ、X でポストしてるけど今日、ザラバで。海駅はあんね。うん。で、えー、っと、中途半端なところのやつは切り離して、安い、今日安いところで買えたなーと思ってるところだけ残して、あのー、 持ち越してる。まあまたいでるような感話なんだけど、youtube のビッグエンバーと pc のビッグエンバーは何か違いありますか？いや一緒ですよ。youtube とメディアブル、あのメディアブルと youtube は見れる動画は一緒なんで、ただメディアブルの方が見れる動画の本数が多いっていうだけです。はい、基本的には中身は一緒ですよ。えー、っとんなになに安田で買うチャンスが来てますって。そうだね。安手で買うチャンスが来てるね。何がっていっぱいあるじゃないですか。安値っていうか、あのー、6月、7月高値で半年期日に向かってから下がってる。いや下落してる。銘柄に関してはここに関して。 から言ってる通りの動きっすよね。投げられてる銘柄、それをあの年末年始、まあ損益予算最終日以降かな、はい、そこあたりに向かって投げられてくるんだったら、ピンチがチャンスに変わる可能性があるよっていうところ。投げあのポイントはもう一言だけです。もう投げ売られてる銘柄を拾いに行くってことです。投げ売られてる銘柄を決算悪くて下がってるとか、悪材料出て下がってるじゃないですよ。もう売,る売らざるを得ないような状況に追い込まれて売ってるよう売ってる人が多いような。 銘柄を拾いに行くってことなん、僕は言ってるのは。なので、あの、投げられてるからといって、全部が全部上がっていくかどうかっていうと、また話は違うかもわかんないんだけど、スピード、スピード感をね。はい。しっかりと業績伴ってて、それでも、投げられてる信用需給によってっていう銘柄を、あの、丹念に拾っていくっていうのが。いいんじゃないかなっていうふうに思いますけど。はい。安川電機、えっと、これ誰でした。今、浮いちゃった。えー、っと、安川電機、お願いします。マサエフさんのやつね。うん。しときあれさ、マックディ、別にマラソン。 もう、下げ止まりの兆候ないんで、もうちょっとなんか下行くかもしんないね。うん。ストキャスティックスが売られる次の水準までまだ下がってないからさ。パラボリックもゲラクトレンド形成で。まあ、ボリバーの中央線25日ラインで止まるんだったら同じですね。そこから切り上げてくんだったら上昇波動は継続なんだけど、ただまだストキャスティックスが落ち切ってないってところをひっくるめると、買いに行くならもうしばらく、もうちょっとだけ引きつけよっか。攻めてね。うん。攻めてね。はい。えっと、エムアシュートンさ、IHI ね、今日下がったね。わかる言うてるみは。9月の冒頭、暴落直前、 にいや、言うてる意味はわかる。言うてる意味は。でも今下がってて、ね、ストキャスティックスとかまだ裏付きの水上まで下がってない時点で、ちょっと様子見なんじゃないですか。IHI はまあ重工とセットでねえ、ね見たりもしとるけどさ。うん。はいはいはい。バンド幅近いえ。狭いのでバンド奥の全長はあるよね。ねイトルマりが3.5%だったっけうん。って感じかなー って感じかなパッと見はね。ロート制約お願い。買いましたが、連日下げで、投げようか悩んでいます。どこで買ったのかが、わからないので、 何ともまず言えないっていうのが一点。うん。どこで買ったかが分からない。まずはね。これなんで下がってるか分かるよね、みんな。なんでしょう。まあ、決算もあるけどさ。うん。なんで下がった述べよ。はい。皆さんに質問です。なんででしょう。チャットにガンガン皆さんあの、コメントください。あの、間違えても全然責めはしないんで、はい。あの、逆にその、ね、自分の考えを主張するっていうのが僕重要だと思ってますから、こういった場ではですね。だって顔も分かんないじゃん。チャンネル名分かるけどさ。そこでさ、あの、気恥ずかしさもさ、なんもないよ。へったくれもないよ。 間違っては関係ないじゃないですか。間違ってるんやったら僕訂正するんで。逆にその、勘違いしてるなーってのが分かったら僕、あれですからね。あのー、皆さんに指摘してから直しますから強制しますんで。間違ったまんま覚えるのがやっぱし、罪なんで、分かんなかったらなん、んなぜですかみたいな感じで聞いてくれた方が逆にありがたい。うん、うん。ジェットクロス、形成、壁から滑り落ちた、断続的なジェットクロス、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 そうだね。鋭角に受給受給受給まあ、受給とかも関係あるんだろうね。この動き見ると。四五人な。決算に協力してるからね。そうだね。まず19だね。 はい、信用解散、この銘柄にしのはかなり増えてる。まあ、投げ寄りが出てるっていうところが一点。100日終わってずど、ズドンありがとうデナしさん。それが聞きたかった。はい、100日バツさんもありがとうそう。デッドクロスだけやないねみんな頼むでここあたりやで。100日や百 <laughs> 100日移動平均線せや 100日やね、問題は。このチャートをパッと見て、何が分かるのかっていうと、100日移動平均線の重要性だよね。ここも、100日移動平均線で、この黄色のラインで、100日移動平均線が、水色が75日で、青が50日移動平均線なんだけど、100日移動平均線でボトムで切り上がりました。100日移動平均線でボトムで切り上がりました。この段階において、デッドクロスは形成してないんですよ。100日と5日移動平均線の。ただし、ここの局面において、100日と5日のデッドクロスがここで入ったんだよね。で、一旦反転上昇 したんだけど、あの二十五日とか、まあここあたり断続的なデッドクロス組んで。で、二十五日と百日がここでデッドクロス組んで、五日もデッドクロス組んで、ダブルで。割っちゃいけないライン同士のデッドクロス形成が入って、下向きにゾーンでしょ。通常よりも下落のエネルギーが強まるんですよ。はい、タイミング的にもほぼ同時だからね。百日と二十五日、五日移動平均線のデッドクロス形成がやったら、より感能度が高めになる。っていうところがやっぱし見て取れる。で、決算で、あの時期もあ,るあの決算で、この時は時期はあんまあれだったんかな。で、決算の下にゾーンというパターンでしょ。で、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 で通常と。 やっぱり違う流れが入りました。っていうところで、あの急落は3日まで1日、あの急落は3日までね。1日、2日、3日待ちましょう。3日目あのまだ収まってません。下落は4日目、微妙バンドークでここでちょっと。なんかバンドーク日柄調整っぽくなったけどなあって。ところで下向き方向に下落圧力。なんでかま rsi、あの割れ抵抗ラインがちょっと効いてるよね。ってところもあるとは思うね。ここもねこ,このラインをちょっと抜けてくるかどうかってところはい。窓埋めしたけども、まだ下落圧力収まってません。 なんでかっていうと、信用改ざんが増えてるからってところもネックだよね。うん。この銘柄にしては。いろいろとその、買ったタイミングがどこなのかなんですよね。200日ラインにタッチした段階で、まあ買ってるっていうことならば、まああの、わかる。言うてる意味わかるんだけど、うん。どこで買ってるのかが、ちょっとはあれなんで、いくらで買ってるのかっていうのがちょっとはあれなんで、えっと、ちょっと待って、上の方に流れてっちゃったからえっと、制約買いましたが、連日下げ投げようか悩んでますって、どこで買ったのか まあでもそのいろいろと理由はわかるよねっていうところでははいこういったのを繰り返していけばやっぱそのパターン化されてくると思うので分かりやすいと思うんだけどうん分かりやすいと思うんだけどね言語化していくっていうのがやっぱ重要だよねうん言われてみたいああそうだねってやっぱし感づく人とそもそものところまあ気づいてる人どっちの割合が多いかって言うとやっぱし全体的なその平均的なレベルで言うとまだやっぱし分かってない人の方が多いかなっていうふうに思うか だいぶね、やっぱしレベルアップはしたんだけどね、みんなね。うん。だいぶレベルアップっていうか、そこ力増してきてるから、あれなんだけどね。はい。ま、あの、決算前に買ってるんやったら、そこ,こはちょっとその、チャートの見方が甘かったなっていうところだと思う。あとはその、 なんていうかな、ヘッダーのショルダーっぽい動き方もしてたし。で、今この段階において、この銘柄が上がってくる兆しっていうのが、まだなんとも言えないんで、ワンチャンこれ、年末年始まで、ちょっとこじれるかもしれへんねっていうところをちょっと見ておくべきなのかなーっていうふうに、はい、思います。<noise> えーっと、何々、浜さん、原因を避けてほしいけど、あれは産油国のご意向ですぐ動くからなーって、そうですね、原因は73ドルですよ、今。えっと、下落気象で、サウジにとってはちょっときついから、損益分岐が82ドル ぐらい二三ドルぐらいだったと思うからそこは待ってるのでちょっとサウジにとっては痛いよねっていう状況が続いてるよねうん。任天堂とかどうなってんのサウジまでが入ってるえー、っと任天堂1.38%下落でちょい押しねなるほどねはいえーっとここの変態だけに需要があってせやねはい。ここの変態だけに需要がありますねそうっすねはいリクスは13.49ね。上がってきてるからちょっとその今晩米国株は弱そうだねっていうのが ンドラン見て取れる、うん、どう先物はただし下がってるとは言ってもそこまで押してるっていう状況じゃないのでえー、っとね景気後退懸念の動きは出てないかなリスクオンからオフに切り替わるタイミングで出てくるあの特徴的なパターン7項目えーっと安定資産である金利あであったりとか債券であったりとかあとデジタルゴールドが買われてくるだから金利はあのー、あれだね定額賞だねであと他のところで言うと X とマックディゴールデンクロス形成で、あのドクターカッパーが下げて、えっとあとは株が急落で。 有事の円買いが入るっていうパターンかなうん。この7項目が入ったら、リスクオフなんですよ。で、今、ビックスとマックにゴールデンクロス入って、金とゴールドが上がってて、っていう、あと円買いも若干入ってるねっていう形なんですよね。どうなんだろうね、そこあたりがね。どう反応してくるかどうかっつって。まあ、どちらにしてもビックスが一番重要であるのは間違いないんで、え、さっきはちょっと警戒感高めて、はい、行きましょうっていうところで、ニューヨークダウオープン180、200ドルぐらい下落かなま、あでも、たかが知れてるけどね、たった200ドル下がってるか、 っていうぐらいだから、そこまでその、でかい先が入ってるってうわけではない。まあ 若干調整するよね、さすがにっていうぐらいの下落幅かな。で、サンドピー500は0.76%下げ、で、ナスダック0.94%下落、ソックス指数は0.98%下げで、あの、テック関連が日柄調整で上がるっていうか、まあ、どっちかっていうとちょっと、あの、下落基調の動きが出てるねって感じですよね。そうあの、グロース株とバリュー株どっちが優勢なのか、若干グロースよりでも g b ワーレスここまで来ると200日ラインぐらいまでなんか押しそうな感じするんだよね。もうちょっとまだバリュー 株寄りの動きにななるるかなっていう気はするけどセクター別登落率。1セクターだけ。ヘルスケアね。ということは、ユナイテッドヘルスがちょい上げで、えっと、一番下げてるのが、コミュニケーションサービスセクター。アルファベットとかメタが入ってるセクターね。ここが1.78%下げて、情報通信、インフォメーションテクノロジーセクター。まあ、まあ、いつものパターンだね。バンドーク日柄調整の動きじゃん。ということは、ボリバーの中央線25日までに押してしょ、いった。うん、いつも通り。の、あの、期待値の高いパターンかな。で、エネルギーセクター下落で、一般 消費財とかあんま下げてないのが生活必需品金融株不動産セクターとか、まあこ、こあたりまだまだだ比較的強い動き、まあ、バリュー株強くて、グロース株ちょっと押してきたね。ローテーションがこう、ぐるって回ってきてるねっていう感じだよね。まあ、依然として。で、個別銘柄の動き、えっ、ー、と、どこが上げ下げしてんのメタが3%下げちゃうね。うん、2.95%下落かなで、NVIDIA が2.22%下がってるってことは、アドバンテストの下落が ちょい入りそうな感じするね、うん。アドバンテストがちょい明日下げてきそうな感じするね。このままその着地ならば、NVIDIA が下がって。わかるよねなんでなのかっていうのはみんな。はい。最近あの動画見てる人だったら、傾向に関しては話してるんで、各チャート使って。NVIDIA の値動きと、ね、アドバンテストの、日本株のアドバンテストの値動きは連動してるからね。はい。そういう考えると、ちょっとこのままいくとアドバンテスト明日下,下げてくんのかな。そもそも反応ド対価も弱いし。で、アドバンストマイクロンデバイスも2.06%下落。マイクロソフト下げ。まあ、あ反応ウ調整でしょ。うん。ほら。 いつものパターン。森リバの調整25年、5のンチまでの押し。前話した通りじゃん。半導体どうなるのだ半導体は、あの、アメリカの方はちょっとローテーション入ってますけどね。うん、バリュー株の方に動きが入ってきてる。でも日本株は、またなんか違うところで動いてるからな俺でも今日出し入れたんだよね。上がってほしいんだよね。あ、あとみんなよかったらチャンネル登録と高評価ボタン、押しててもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。はい。下がったらまた買うつもりでさ、今日買ってんだけどさ、いいところあたりで。うん、今日の安いところで冷えてる。広いてる一番。 あの、僕が出し入れたよっていう風に X でツイートしたのって、日経平均は400円近く下がってた時なんですよね。で、そっから上がって着地してるから、はい。一番今日日中安いところで、一応変えてはいる。うん。変えてはいるんだけど、かなうん。今日の米国株先は何だろうか調整いや、まあ、調整ってのはあるよね。でも、グロース株は明らかに、まあ、ま、ま、ローテーション的な動きなのかなって気はするけどね。 即1.28%下がってるそんな感じですね。というわけで皆さん、あのー、1時間半喋ったんで、これで終わりましょうか。あとはま、明日の夕方にまた18時に動画公開するので、 マーケットの解説動画、皆さん必ず見ておくようにしておいてください。で、ビクソマックィゴールデンクロス組むかどうか、終わりにベースが重要なんで、今、現状組んでるんだけど、引け根ベースでしっかりとね、ゴールデンクロス組んでくるかどうか、で、そこでメジャー S 九州のコンビネーションで、ちょっと下げてくる期待値が高まるってところだから、で、一番注意しておかないといけないのが12月の半ば以降、12月の15日以降に、やっぱ自然成の売りであったり、投げ売り加速するかどうか、2022年、2018年パターンをちょっと意識して、見ておく、警戒しながら、あの、マーケット、 残りにね。まあ、前半戦始まったばっかしですけど、12月。見ていきましょう。もう今年の最終着地だからね。はい。下手な手は打たんように。まあ、安く買って高く売る。合言葉、ビックス。はい。というわけで皆さん、撤収やお疲れさん